おはようございます。本日も朝活囲碁で遊ぼうやっていきたいと思います。九州までね、入りましたし、これ10日目ですか、くんち目ですね。10日ぐらいかけてなんとか全国制覇できそうな感じですね。福岡県ですね。福岡県といえば立花南海目の問題、はいはいはい、昨日習ったやつですね。最近は今めちゃめちゃ将棋が面白い。あ、あれ？こっちか。ですよね。あれ？いやー、ちょっと目を作るってむずいんすよ。ってことはここってこと？ああ、なるほどね。ちょっと僕の中では今のは難易度が高いですね。なんか今年の7月からリーグ戦ができる。5の1年かけて、ちょっとそれは楽しみですよね。碁ってなんか僕の中日本でできた文化なのかなと思ってたんですけど、世界から輸入してるらしいですかね。しかも碁の最先端は韓国らしいですから、早く取った方が良い人、急いで取らなくてもいい石が。へえ、こういう形があったら黒は A と B どちら先に取った方がいいと思う。どっちも取れますよね。そうですね。ああ、B を早めに取らないと下の黒の3つが取られちゃいますよね。あれ？ああ、そうです。ああ、そういうことか。なるほどね。城で逃げられちゃうから逃げられる前の方を取れってことですね。なるほど。だね、囲碁の番組もね見ていきたいなって僕は思っているんです、こっちを取らないと。なんとなくこっちなんですけどね。本当なんでって言われたらなんとなくしか言えない。孤立してる方から、違う、孤立してない方から喋り相手がいるというか、ちょっとむずいですね。まあでもさすがにこっちでしょ。数の話ですかね。
ことか。どっちにしても逃げられるっちゃ逃げられるんです。強いて言うとこっち側かな。ちなみに東京に行った時のおすすめ食事はラーメンらしいです。なんかちょっと損した気分になると思うんですけど、損した気分になると思うんですよ。このラーメン、東京まで行ってラーメン食べるって。だけどおすすめだそうです。取るってことを優先するって考えたら、っていうかここしか取れないから、ね、取れないですよね、どこも。上に置いたら逃げられるんですよね。すごいすごい、もうすぐ福岡クリアだよ。これでね、早く取った方がいいの問題じゃなくなってきた。ニュアンスが変わってきてると思ってるんですよね。そんな気がしていた。もっとね、深い思考に降りていかないしたか。明日はつなげても取れますからね。急いとらなくてもいいしが分かるようになったかしら。まだ分かってないけどね。ガーサーね。あ、竜城坂野郎さん。これをこんだけやらせるってことは、そんだけ大事ってことですよね。
あ、めちゃめちゃ当たり前のこと言った。コーヒーを飲む。切りながら進める的なことですよね。していいかなと思ってるんですけど、ね、しっかりできた歌詞とチャンスを攻める、切ってから取る、白が一度打ってきたらチャンス、黒と打つと白は当たり、白の当たりを逃げたら黒3つとか、なるほどね、読んでる、なるほどね、当たりと見せて当たりを回避させて当たると。こうかな。ちゃったけどね。めちゃくちゃ都合のいいこと考えてますけど。そう。でも一回フェイントで外れてるからこっちってことですよね。めちゃめちゃ都合のいいこと考えてますね。白、なるほどね。今のはでもなかなか秀逸ですね。みたいなもんですよね、大手飛車取りみたいなイメージとしては。あ、今のは難易度高すぎるわ。上をね、攻めるですね。これはちょっとわかったな。あると思えないんだよ。
結構難しいと思ってるんですけどね。いやー難しいこれ。ここダメでしたよね。ここもダメでしたよね。あ、これをしてくれるなら。これはこれでいいの？長いのでいいのよ。いい感じが少し難しい。今のでさえ十分難しいんだよね。そうそう、トライだけど上に行きゃいいかなと思ったんですよ。むずいな。なんとなくですかね。上を攻めようと見せかけて下を攻めるってことですね。今のはなんとなくふわっと、いやー、これ難しいわ。
ああ、佐賀は有田焼か。今のはね、これは分かりやすいですよね、まだ。秀逸ですね。ちょっとたくさん取れるでしょうか。これ差がクリアですね。ちょっとね、歩みは遅いですけど、あと 1,2,3,4,5,6 か、あと6件で終わりなんで、まぁ、ちょっとずつやっていきたいんで、まあ、今日の夜やるか、明日の朝と、明後日の朝終わらす感じかな。ただトレーニングとかもね、ちょっとやっていきたいですね。まあ、道場も一人ゲームもあるしね。修行とか、ああなるほどね。なるほど、そういうのもあるわけですね。受けようと思います。まあ、できたら一